テルセイラ島の位置テルセイラ島は、大西洋上のアゾレス諸島の島、ポルトガル領。島の人口はかつて5万9千人ほどであったが、現在は5万5833人。面積は396.75平方キロメートルで、アゾレス諸島中、第3の大きさを持つ。火山島であり、島の最大海抜は、セッラデサンタバールバラ3の1023メートル。 セラデ・サンタバール・バラさんは清掃火山で最近の噴火は2000年。主な町はアングラド・エロイズム及びその西に隣接するプライアダ・ビトリア。最大の町であるアングラド・エロイズムはかつてはアゾレス諸島の首都であった。中心部には大聖堂をはじめ18世紀までに築かれた歴史的景観が残り世界遺産に登録されている。 現在もアゾレス地域圏の司法上の中心が置かれる。主な産業はパイナップル栽培を中心とする農業。アゾレス諸島の中部群島を構成する。島は東西に2 9トル南北に1 8トルの幅を持つ。美しい景観で知られる。島の西部は緑に富み、農業が盛ん。北部はセラでサンタバルバラ山を中心とする火山地帯である。 島南部のアングラド・エロイズモには港と空港があり、ホルタ及びポンタ・デルガ大の定期便がある。アングラド・エロイズモの港は現在はもっぱら地方の交通にのみ用いられているが、かつては大西洋上の中継地として重要な戦略拠点であった。現在もアングラド・エロイズモには海軍軍司令部、海軍学校、米軍基地などの軍施設が置かれている。 米軍基地はしばしば欧米首脳の階段地として登場する。当初はブラジル島と名付けられた。最古の言及は1436年のベネツィア製の地図に見られ、アイデブロジーとして登場する。ヨーロッパ中世の伝説の島ブラジルと同一視されたことがあるが、名前の由来はこの伝説の島ではなく、スオーの木のポルトガル名ブラジルによるものとされる。 入植が進むにつれ、テルセイラ島と改名された。ブラジルの名は、現在もアングラド・エロイズモに隣接するブラジル山に残る。アングラド・エロイズモには、アゾレス諸島の主婦が置かれ、海軍の拠点として軍隊が駐留し、カトリック教会の司教座が置かれた。ポルトガル内戦においては、1830年から1833年まで、マリア2世の宮廷所在地となった。 1892年以降1906年まで、アゾレス諸島は3つの行政区に分割され、テルセイラ島はサンジョルジェ島、グラシオオサ島と共に、アングラ行政区に編入された。主婦はアングラドエロイズモに置かれた。後に、アゾレス諸島全体が1つの行政区に再編されると、アングラドエロイズモはその司法上の中心となった。ありがとうございます。